地裏の酒が染みた歌、うたためて夢は空を駆け巡る。 Oh, happiness. Oh, happiness. 過去を呼ぶのか、明日を呼ぶのか、誰よりもみすぼらしい服を着て、誰よりも愛想のない面をして、 Oh, happiness. Oh, happiness. 無理な話か、バカな望みか、
千葉県野田市チキチキ情報局オンフェイスブックライブ、管理人の独り言、夜は友達、通称夜友。全国の皆様こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。いいね、コメント、シェア、本当にどうもありがとうございます。喋る管理人でおなじみ、千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市みんなの情報局局長&喋る管理人、ファンキー利根川でございます。この番組は千葉県野田市、千葉県東金市およびその近郊地域のホットな情報を全国に向けて発信するローカル地域情報番組です。今夜も千葉県流山市松ヶ丘にありますチキチキスタジオより全国に向けて生放送でお届けしてまいります。はい、改めましてファンキー利根川でございます。こんばんは。いつも本当にありがとうございます。いいね、そしてシェア、情報拡散、リアルタイムご視聴&リアルタイムコメント、本当にありがとうございます。もう感謝しまくっております。9月の23日の月曜日、夜の11時02分、55秒になるところでございます。はい、連休ね、3連休最終日となっておりました。ね、いかがお過ごしでしたでしょうか。今日、昨日の夜とももでもちょっと言ったんですけど、ちょっと今日は仕様で、ちょっと遠出をするということで、外出ということでね、昨日夜外出届を出させていただいたんですが、ちょっとね、予定よりも2時間以上早く戻ってこられたというか、戻ってきてちょっとね、半分予定が明日にの、次の予定が明日に伸びたということで、早めにね戻ってこられましたので、夕方ちょうどね飯食ってる頃に、あ、ちょっと今日は間に合わないかなということでね、書かせていただいたんですが、急遽その後予定変更になったということで、まあ2時間ね早く戻ってきて、まあこの時間なのでスタート、まあ11時にはできるかなと思ったので、うーんって考えて、今日はこのままおとなしくね告知しちゃったので、やらないよっていうね、さっきちょっと告知書を出しちゃったんですけど、あー、なんかね、なんかやらないで寝るのもなんかちょっともったいないなというね、いつもだいたいこの時間こう喋ってるからさ、本当にね外に出てて忙しくて、でもどうしようもないんだったらいいんだけど、まあ、戻ってきてね、まあ、とりあえず手洗って足洗ってという、でまあ、時間があるということなので、大変申し訳ないんですが、ね、2点3点して本当に申し訳ないんですけども、余力若干残っておりましたのでね、今夜はちょっと喋っていこうかなと、慌てて、スライドショーパッ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 と作って急遽ね、臨時放送的な感じになって本当にごめんなさいね、いろいろ、別にチキダの皆様、リスナーの皆様こう揺さぶりをかけてるわけじゃないんですけども、本当で今さっき帰ってきたばっかだからさ、10時過ぎぐらいにね、帰ってきたばっかなんですけど、まだ全然カバンの中とか片付け全然してないんでなんですが、まあ、とりあえずね、なんかやっぱりねダメ、やんないと気持ち悪くて、本当になんか用事があったりとか外に出ててやれないんだったらいいんですけど、なんかこの家にいて、まあできる環境にいる状況でなんかやってかないのちょっとこう気持ち悪いというね、うーんという、そんな感じありましたので、すいません、本当に申し訳ないんですけどもね、ぼちぼちと喋、っていこうかなというね、ところでございます。よろしくお願いいたします。ごめんね、もう寝ちゃった方いると思うんでね、申し訳ないんですけどもね、アーカイブ聞かれた方きっとびっくりするかなと思うんですけども、はい、じゃあちょっと連休最終日ね、ちょっと遅いスタートでございますけども、どうぞ最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。それでは夜ともスタートです。千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市みんなの情報局フェイスブックグループいた、本日いただいた書き込みを振り返っていきましょう。今日のいた、その前に出席ね、もうちょっとねファンキーとね錯乱してます、頭の中がねバタバタしたのでね、はい、それではいきましょう。出席、あーね、ありがたいね、こんなに聞いていただけると本当にありがたい、やらないよって言ったのにもかかわらず、こう聞いていただけると本当に嬉しい限りなんですけどね、もうそこがチキチキの夜友の底力かなという、
そんな感じでございます。それでは行きましょう。関宿地区牧場、地区さんこんばんは、お疲れ様です。京子局員こんばんは、お疲れ様です。はい、吉田由香さんこんばんは、お疲れ様です。リアルコメントありがとう。地区さんこんばんは、寝落ちしたらごめんなさいということでね、明日はね、地区さん早いんであんまり無理しない程度によろしく。はい、今日局員こんばんは、お疲れ様です。チクさんありがとう。リアコメ、旦那は今シーサイドマスターありがとうございますじゃあ誰かちょっとシーサイドちょっと連絡ね、していただければなという。はい、はい、吉田さんどうもこんばんは、ありがとうございます、お疲れ様です。京子くんありがとうございます。チクさんは無理しないでくださいねということで、はい、チクさんからありがとうございますというね、はい、そんなね、ところをねいただいております。本当にどうもありがとうございます。まあほら、ね、ちょっとこう変更もあるぞというね、そんな中での、夜ともね、今夜もぼちぼちと喋っておこうか、行こうかなというね、はい、そんな感じでございます。はい、キョウキ君はいということでいただいてます。じゃあね、順番逆になっちゃうけど、ね、楽しくちょっと喋りますんで、皆さんね、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。じゃあ行こう。じゃあまずは、昨夜の、夜ともアーカイブ、ただいまの時間までの再生回数の発表です。昨日の夜はちょっと1時間早めにやって、皆様にね、本日の、欠席というか、届けを出させていただいたんですけどもね、なんとやってるという、はい、そんな感じでございますが、それでは行きましょう。昨夜の夜ともアーカイブ、生放送アーカイブ、ただいまの時間までの再生回数の発表です。256回、ありがとうございます。256回いただいております。どうもありがとうございますね。本当にありがたい。もう256名の方に再生をして聞いて、まあ、で全部聞いてもらってないと思うんですけど、ほら、なんていうの、一部でもいいんだよ、ね、本当にちょっとこう気にしていただけるところからまずはというね、まあ、大体1時間半ぐらいやってるじゃん、1時間から1時間半ぐらいはだってやってるから、これをなかなかさ、投資で聞けっていうのも結構酷だという、ね、ところもあるんで、だから、まあ、ご自身の書いたなんだところをこう見つけて聞いていただいたりとかさ、まあね、いろいろ皆さんこう聞き方ある。一番いいのはラジオ感覚で、まあ翌日でもいいんですけど、まあリアルタイムでねずっと付き合ってくれるの一番いいんですけど、まあこれもなかなかねこう難しいというところあるので、まあアーカイブをこのラジオ感覚で、ね、翌日とかね、家事される時とかさ、洗濯物畳んでる時とかさ、まあ洗濯物干してる時でもいいんですけども、なんかそんなところでねちょっとこう聞いてもらえるといいのかなというね、はい、そんなところでございますね。ほんとだよ、もう最近すごいよね、メキメキで、リスナーさん増えております。本当にありがとうございます。野田で唯一ですからね、このインターネット放送で、定期的にねしつこく、やってるのは、ね、チキチキ夜ともファンキー利根川だけというね、そんな感じでございます。どうぞ引き続きよろしく。またあとお友達とかにね、もしよかったら紹介してね、なんか野田でさ、こんなやつ毎晩喋ってるよっていう、全部野田の情報だよ、まあ、野田界隈の情報だよというね、そんなね、ところ、これはねきっと J.com さんでもやってませんね、もちろん千葉テレビさんでもやりません。本当にね、夜ともチキチキ情報局、夜ともだけの、なんかこう野田のね、情報番組かなという、はい、そんなところでございます。一つよろしくお願いいたします。やっぱりほら、なんかこうお遊びみたいにこう単発でさ、やっぱりこうやるんじゃやっぱり意味ねえんだよね。やっぱりこういうのってやっぱり、まずこう街をこう鳴らしていくにはやっぱりこう、デイリーでさ、まあコツコツね、まあ、だから、まあ、某 NHK さんとかそうなんですけども、毎日淡々と同じことをこうやるというのがやっぱり、一番こうなんていうの、まあボクシングに行ったらさ、いきなりほら
あのカウンターとかでさバッコーンって倒れるわけじゃないですか。やっぱりこうジャブジャブで打っといてのうーんでここ一番でのこうカウンター入れるとかさ、やっぱりこういうジャブはねやっぱり大事だと思いますよ。本当にコツコツこうね、やっていくこと、これ多分一番、まあこういうね、街をなんとかしようとかという媒体は一番これ大事かなというね。はい、そんなところでございます。すいませんね、帰ってきて、テンションそんな上がってないんですけど結構眠いんで、も今朝もさ4時半5時前ぐらいに起きてるからさ、なかなかね、でずっと今日動き回ってたんで、ちょっとねテンション回ってないですけど少し、頑張って上げていきたいなという、はい、そんな感じでございます。それでは行きましょう。リアルタイム、ご視聴ありがとうございます。はい、今日曲ありがとう。あ、木村美恵さんこんばんはということでどうもありがとうございます。今日ね、あずきさんコンサートということで、リンテンさんのコンサートだったんですけどもね、盛況だったようで、ちょっとまだ情報をね聞いてないんですが、まあ、お友達の宮崎佐世でのみやちゃんさんとかも今日行かれたみたいなので、なんかちょっと後で覗いてみようかなと思うんですけどね。はい、ギターねちょっと僕ちょっと行けなかったんですけど、ちょっと僕前に何年か前に広島にいた時に、福山というねところでライブをちょっと拝見させていただいて、すごくねこう、高度な、テクニックでねこう聴かせる、ギターで、リストさんだなという。はい、木村さんどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日曲が256回、すごいよね256回。ついこの間まで150回とか160回だなーなんて、200台持ち上げたいねって言ったら、最近ね知らない間に200に持ち上がるようになってるからね、もうこれやばいよきっとね。本当に頑張りますね。次期衆議院選挙ちょっと見据えて頑張って喋ってますんで、一つ皆さんね、情報拡散、どうかよろしくで、選挙の際は SNS で、なんとかをぶっ壊せとか言わないんでね、そういうことは僕言わない、嘘です、全部嘘ですね、そんなことは考えてませんのでね。はい、一つよろしく。それにしても最近 YouTube はまた復活してるし、なんだ、なんだ、 Twitter はねやってるし、ファンキートレガーは一体ね儲からないことをしこしこ3年やって何を狙ってるのかなっていうね、最近ちょっと腹の中を知りたいというねメールが何本か来てるんですけども、内緒です、それは言わないね。はい、もうすべてはね野田市の、地域、情報発信ね、これに尽きるかなという、はい、そんなところでございます。はい、関原テントウムシプリント宮田さんどうもこんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。栗原元樹さんどうもこんばんは、いつもありがとうございます、お世話になりっぱなしです。教区局員リアコメ、シーサイドでカラオケいいですねと。はい、鹿野さんどうもこんばんは、お疲れ様ありがとうございます。はい、畜さんマスターに会いたくなったり歌いたくなったりですがねというね。はい、畜さんのねご主人は今日は、シーサイドで、さんに行かれてるということで、今一応強制的にシーサイド沢田さんの方には、夜ともやってるよというね、なんだ、メッセンジャーをちょっと今ね入れておきましたけどね。はい、きっと両方ですねという、はい、ありがとう。はい、じゃあ行こう、いた、今日あんまり見てなかったんだごめんね。はい、じゃあ行きましょう。はい、これはあ、そうだ、さっき7時、ごめん、7時ぐらいに、今夜やんないよって告知させていただいたんですけど、その時にこの間先週のシーサイドさんでの夜友の公開生放送に撮った写真をアップさせていただきました。京子局員、そしてワピちゃん、金津すんやすむ先生、そして、坂西こんにゃくの、坂西明社長こんにゃくんで、フォーショットということでね、はい、いろいろ写真ね他に面白いのあるので、細かく出していこうかなというね、はい、ところでございます。はい、あ、どうもコメントありがとうございます。小松さんすいませんね、ファンキーさんプライベートも大切よ、良い時間をいつもありがとうございますということでね、すいませんね小松さん、やってますって、諦めきれないファンキー利根川ね、そうなんだよファンキー利根川、まあいやこれ言わねね、はい、もうね女子に、
振られるとあの土下座をしても頼むファンキートネが嘘です。そんなことはないんですけどね、もう諦めきれないという、まあいいや、はい。はい、今日曲やると曲調のことだからなんかやるような気がしますということでね、はい、やりましたね。諦めきれないファンキートネ川、ありがとうございます。うん、はい、秋田さんワプちゃんということでね、はい、ワプちゃんも映ってますよということで、そうワプちゃんもあれですからね、チキチキの一員でございますので一つよろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きましょう。はい、川崎はるみさんからいただいております、ありがとうございます。これなんて読むの、ちょっと読めないな、ブルブーっていうのかな。関宿ドッグラン情報ということでどうもありがとうございますね。そうペットちゃんの情報なんかもね、少し増やしていきたいなというね、人間だけじゃないよチキチキはというね、やっぱりこうペットちゃんね、動物の皆様もね、共存できる、千葉県野田市ね、楽しく、みんなで、住んでなんていうのかな、住んでいこう暮らしていこうという、はい、そんな感じでございますけどもね、はい、初めて投稿いたします、ありがとうございます。先日こちらで盛り上がったドッグラン情報についてありがとうございます。ちゃんとこうやってほらね、チェックしていただける方いっぱいいるんだなという、はい、我が家から歩いていけるブルーブーさんっていうのがちょっとごめんなさいね、読み方分かんなくて、申し訳ないんですが後でまた調べておきますけどね、はい、行ってきましたというね、お行かれたんですね、はい、ドッグラン使用料500円で、時間は無制限、そんなに長時間は犬も人間も疲れるけどという、ね、ところでございますね、いいね、付き添いの人間が数人分のドリンクがサービスされます。そうなんだ、雨上がりだったけどウッドチップを敷き詰めてあるので、快適に遊びました。一緒に遊んだボストンテリアちゃんは越谷から来たそうですよと。月曜日、水曜日が定休日ですが、祝日の場合は営業されるそうですというね、ところでございます。はい。ちょっとコメントね、住所どこって聞いたんですけど、川崎さんもすぐ返してきました。はい、多分、野田市の並木、だと思います。朝日バスの、関宿中央バスターミナルから、ジュピターというパチンコ屋の方へ向かい、信号を右に曲がってすぐ左側というね。はい。あるんだ、Facebook ページね。あるみたい。ね。ブルーブーさんっていうのかな。ごめんね。読み方分かる方いらっしゃったら教えてください。はい、並木でしたということで、はい、上原さん知り合いから俺の住所は並木から並木に変わったよと言われましたということで、ひらがなの表記になったみたいですね、なんかね、はい、うん、というわけでちょっと写真を見ると場所的にはこのね写真ちょっとこう見るとすごくなんていうの、通りの奥にコメリさんが映ってるので、ああそこだなというね、あそこのジョイフーズ関宿で星原橋分かる方は分かると思うんですけど、ところがジョイフーズさんあるじゃないですか、流山角行って立体交差っていうかこう立橋になってるとかって、あれを流山街道のこっちの街中がと言って、まあいいや、1位のホールからぐーっとかっこ行って、そこをジョイフーズさんのところを、右に入ってまっすぐ行って、でファミリーマートの交差点かな、1つ2つ目か信号、ね、1個目セブンイレブンだと思うんで信号ね、あそこ合流して、で2個目の信号を、右に曲がって多分すぐ左のところでね、小森さん手前だから、ちょうどあそこのウェルシアさんとかある通りのね、ところにあるなと。ちょっとごめん、僕もね気がつかなかったんで、ちょっと明日ね、もしかしたらちょっと、坂東の方から野田の方ね回ろうかなと思ってるので、ちょっと時間あったら見ていこうかなと思うんですけどね。はい、ワンちゃんね、ペットさん飼われてる方、ぜひよかったら、ワンちゃん、遊びにね、連れてって、行かれるとよろしいかなというところでございますね。近くにね、こういうのあるといいよね。はい、ということで、ペット情報を、積極的に募集しておりますのでね、ワンちゃん、猫ちゃん、ね、その他、ペット情報をぜひね、
ヤギさん、ね、羊さん、ね、その他、ね、ペットちゃん情報、ぜひぜひ、アップしていただければなという、ね、ペット自慢とかでもいいよ。あの野田でこの子のね、うちで一緒に生活してる子ですよっていうのでいいですよ。本当に、ね、やっぱり野田っ子でございますからね、ペットちゃんもぜひ紹介していただけるとよろしいかな、ありがたいかなというところでございますね。はい、動物もみんな一緒だよというね、はい、そんなところでございます。はい、川崎さんどうもありがとう。初投稿引き続きまたよろしくお願いいたします。嬉しいですね、初投稿の方、少しはね認知されてきてるのかなという、はい、そんな感じでございます。はい、ありがとう。はい、リアコメありがとう。今日局員畜産、あ、きっと両方です。あ、深月もね、はい、局員沢田さんに、会うとなんだか元気が、湧き出てきますよねという、はい、うん、京極君、ドッグランどこにあるのかなということで、うちも連れて行ってあげたいよということでね、はい、多分あそこのね、あのコメリさんの並びにあるというね、あの写真にうっつら小さくコメリさんが写ってるので、そのあたりから推測するとね、まあ、すぐわかるかなという、なんか表向き自動車屋さんなんだね、確かね、なってますので、そのあたり目標にね、して行っていただければよろしいかなというところでございますね。新しい、関宿界隈ワンチャン、ね、スポットでございます。はい、じゃあ続いていきましょう。柿沼さんありがとうございます。はい、野田市の美味しいもの情報かっこ仮ということで、はい、いただいておりますね。はい、今日はお彼岸でしたので、菊屋さんでおはぎを購入。お彼岸限定の栗あん、特に美味しいのでおすすめ、未公開のかぼちゃの菓子細工っていうのかな、本物と間違えてしまうくらい素晴らしいですよという、野田市菊屋さんね、野田市美味しいおはぎという、おーすごいね。なんかフラフラしてたんでおはぎも食べてないしね、お墓参りこれからだよというファンキートネガーなんですけどね、父親行ってないんでね、本当に、あれなんでちょっと明日行ってきようかなという。はい、倉本さんありがとう。リアコメ、はい、カレーとともに私も甘党になり、おはぎは別腹に入りますというね、まあ、僕はもうずっと昔から甘いものは別腹だよという、はい、そんな感じで、食後には最高ですね、子供たちは、一口でペロッとですよというね、いいよね、甘いもの美味しい。はい、ありがとうございます。そして、視聴リアクティブのトパーズやよちゃんありがとうございます。クリアン気になりますということでね、はい、いただいてます。はい、クリアンおはぎは26日までの販売ですよというね、柿沼さんからでございました。はい、菊屋さんのね、おはぎ情報などをいただいております。どうもありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。というわけで今日は、すいませんね、フェイントをかけてしまって本当申し訳ないんですけど、嘘つきファンキー利根川やらないよと言ったのにやってるファンキー利根川、本当に申し訳ございません。はい、以後気をつけます。言いましょう。野田さんありがとうございます。餃子の王将野田店にいます。はい、今日の夕食餃子の王将会員のためシューアイスもらいましたということで、何個食ってんだよって、これな、中華丼かな、きっとね、多分ね、一緒にね、2人で多分行かれてんじゃないかな、これね、中華丼っぽいのと、あとチャーハンと、餃子が、6、サブ6、18、すごいね、まあ2人だったらね、いけっかな、こんなもん、このぐらいね。はい、というわけでいただいておりました。はい、野田さんどうもありがとうございますね。餃子の王将野田店でございます。はい、すごいね。はい、今日局員、分かった、大体分かりました。自宅から激近、さっきのドッグランね、はい、今度歩いて連れて行きたいと思いますということでありがとうございます。お、関宿ナイトラウンジシーサイド沢田オーナーこんばんは、お疲れ様です。今日はさっき今チクさんも今リアルタイムで聞かれてるんですけども、何やらご主人が今日はシーサイドさんに伺ってるぞという、そんな話をありましたので、
強制的に今沢田さんのメッセンジャーに番組の番宣を送らせていただいたというね、はい、そんなところでございます。沢田さんお疲れ様です。あ、そうだ沢田さん、ちょっと来月以降のまた日程をちょっと後ほど、お電話させていただきますんで一つよろしくお願いいたします。はいはい、じゃあ続いてリアルタイムコメント。お、ね、もう最近チキチキでは僕もね何度となく喋っておりますが、日中のところから出てきて流山街道にぶつかる T 字路の近くという、紹介の仕方をさせていただいておりますが、紅白砂糧あずきさんありがとうございます。木村美恵さんこんばんは、お疲れ様です。いつもお世話になります。はい、初めてライブで聞いています。いつもは眠ってるんですが、リンテさんのライブが終わり興奮して眠れないとですね、明日のお店に差し支えるのにというところでね、ね、やっぱりライブね、いいライブこう聞くとやっぱりねテンション上がっちゃうからなかなかこう寝つけないなというのがね、あるかなという、まああまり無理しないでね、ほどほどに、お付き合いいただければなというところでございます。ライブね、もうどうなんですか、今日盛り上がりましたね、かなりもうお酒のもね、パンパンみたいだったので、よかったなというね、ところでございます。はい、どうぞ皆さん気軽にリアルタイムでコメントね、打っていただければというね、ところでございます。はいね、野田の情報だけだからね、チキチキ本当にありがたいね、何あれって分かんないけど、はい、岸田さんありがとうございます。レストランベリーにいます。はい、岸田さんは、フォトグラファーで、まあ、写真家さんというね、ところでございますが、はい、久々にレストランベリーに行きました。今日の日替わりランチ、ナス畑で捕まえてハンバーグ、すごいタイトルだね。ね、結構こういうのね、僕結構好き、こういうタイトル付け方するの。なんかやっぱほらインパクト大事だと思うんだよ。だからこれはね、チキチキ情報局もそうなんですけど、やっぱりこうインパクトね、これきっと大事だということでね、いいね、ランチナス畑で捕まえてハンバーグ、いい、ハンバーグが見えませんと、確かにナスにおね、板で写真見ていただけるわかるんですけど、ナスがベローンって乗っかって、もうベロンチョっていう感じでこう乗っかっちゃってるので、下のハンバーグが見えないというね。はい、オリジナル和風ソースがナスにもハンバーグにもぴったり、ごちそうさまでしたということでね、いつもこうラーメン取ると湯気が出るラーメン取れたりとか、さすがこうプロの、フォトグラファーさん写真家さんだなという、ところで、キャメラマンね、うん、はい、どうもありがとうございます。いつもね、こう写真をピシッとこう上げていただけるのは本当にありがたいというね。はい、どうもありがとうございます。木澤さん引き続きよろしくお願いいたします。はい、リアルタイムご視聴ありがとう。ミッチさんどうもこんばんは、お疲れ様です。そして武藤さんリアルタイムご視聴ありがとうございます。武藤さんこんばんは、お疲れ様です。あね、ありがとうございます。ナイトラウンジシーサイド、沢田さんありがとうございます。ありがとう、いつも元気に笑顔で頑張るということでね、本当ですよ。こうやっぱり、なんかこう街で、ね、いつもこう変わらぬなんかこう笑顔でね、いていただける先輩とかこう、ね、いると、やっぱ僕らもね、あ、やんなきゃなというね、そんなこう気持ちにもさせていただける、ナイトラウンジシーサイド沢田さんでございますね。はい、よろしくお願いいたします。ちょっとまたね、来月以降生放送少しまた、いろいろ仕掛けをね作っておりますので、ぜひご期待いただければなと。はい、もうすでに木曜日の、先週木曜日の500回突破してると思いますのでね、じわじわと広がっております。ありがとうございます。はい、それではいきましょう。メリアスフラワーさんどうもありがとうございます。ナーパフェスタ清水公園2019 9月29日のみ参加していますということで、はい、チキチキのメンバー皆さんこんにちは。今週の日曜日9月29日清水公園花ファンタジアで開催ナッパフェスタ、会場がハワイになる楽しいフェスティバルということで、フラッシュや生演奏、ハワイアンフード、ハワイアン、ワークショップなど、大人も子供もワンちゃんもみんなで、楽しみましょうというね、ところであります。ハワイアンキッズ広場にも遊びに来てください。キッズ広場では食育クイズ、スタンプラリー、ボードゲーム、動物フェアイスクール、ハワイアンボディーアート、ハワイアン縁日、すごいね、ハワイアンね、野田でハワイアン、いいですね、
うん、はい、メリアスフラワーはキャンディーレイを作り、ハンドメイド作品販売、アロマストーン、アクセサリー、リースなど、29日たくさんの人を楽しんでいただけるように準備張り切ってますということでね、はい、ありがとうございます。メリアスフラさん、ぜひ頑張ってください。では今週の日曜日かな と、その次の週で、10月の、6日の日曜日、清水公園の花ファンタジアで、ね、ハワイアンフェスティバルナープアフェスタ2019開催となっております。これはあのチキラーのあ、ごめん、失礼しました、ちょっと今むせてしまいました、すいません。はい、まあいいや。はい、というわけで、ナパフェスタ2019、ぜひね遊びに行ってみてください。よろしくお願いいたします。はい、そうそう、今日台風情報ね、あったんですけど、野田どうだったんですか。ちょっとね、遠方に外出してたので、ちょっとね、いつの方はあの風はなかったんですけど、なんか野田若干こう風強かったみたいな、ちょっと話を聞いたんですけどね、皆さん大丈夫でしたかね。なんか気温高いね、なんかさっき10時くらいなんですけど27度とか8度くらいあって外ね、今日明日ぐらい暑いのかなという、はい、そんな感じでございます。どうぞよろしくお願いします。はい、鹿野さん、どうもありがとうございます。はい、運河散歩で、ね、九州の方で台風ですが大きな事故はないように乗っております。本日運河は穏やかに晴れました。今後どうなるか分かりません。はい、川を見ると、水鳥がちらほら戻ってきました。水辺公園あたりも草が刈られてきれいになりました。赤トンボもちらほら見えて、秋のスタートが始まっているようです。1時間くらい散歩なら運河駅から水辺を眺めて、運河、から仁王通り公園、運河水辺公園ゆっくり散歩してくださいというね、はい、毎日運河情報を、ね、伝えていただいております。どうもありがとうございます。皆さんよかったらね、家の周りの情報とかさ、江戸川、利根川の土手の情報などをね、ちょっと入れていただけるとね、ありがたいかなという、はい、そんな感じで、まあ、よくこれ言うんですけど、自分は別に、ね、大した情報じゃないなと思っても、アップしてこう見る方はおってこう、ね、やっぱり見る方もいらっしゃるのかなというね、そんなところありますので、よかったらお時間のあるときにご投稿よろしくお願いいたします。はい、そして瀬田さん、ありがとう。公共マナーについてということ、鉄道のマナーのあり方の記事ですということでね、はい、ちょっと関連情報でいただいておりますので、よかったらチェックしておいてくださいね。そんなところでやっておりますけどね。はい、そう、これ昨日もやったんですけどまあこれいいや、後でやるわ。はい、それでは一旦野田の方はね、こんな感じかな。はい、じゃあ動画でちょっと読んでいきましょう。ありがとうございます。はい、ごめんね、あれ書けるの忘れてたよ。スライドショーあるんだよ、ごめん。明日もう一回今日のやつ流します。今日ね、スライドショー今なんかスイッチチェックして入れてなかった、ごめん。はい、これ今野田のね、チキチキ、ちょっと今唐辛に書いとくからさ、ごめん。はい、唐辛ちょっと読んでいきましょう。はい、石橋敦子さん、ありがとうございます。メカジキのカツレツともち麦入りハンバーグということで、これ唐辛のお店ですね。いいね。はい、美味しいご飯、そして癒される、オーラソーマトーク、なんか難しいな。はい、もう辛い、辛い我慢は、わ、辛い我慢は終わりですね。そんな気持ちを再確認した秋、秋分の日ということで、はい、いただいておりますね。はい、唐辛のグラティチュードというね、お店でございます。いただいておりますね。はい、唐辛会話の皆さん、よかったらぜひ足を運んでみてください。はい、そしてこれはね、東金安さウェーブの、前島さんからね、はい、今夜夜のつぶやきという、これは、ちょっとね、なんか、一般、普通の方、なかなかこう分かりづらいなと思うんですけど、これは、東金の安さウェーブというインターネット放送局の、
中のね、からの情報となっております。今夜夜のつぶやき、豊臣和夫さんがピンチヒッターやりますということで、はい、というところでね、番宣など入っておりますので、よかったらチェックしておいてください。はい、まあ、今日終わっちゃったね。はい、そんなところでございますね。はい、それでもう一本いきましょう。はい、これ唐辛子のかな、懐石亭角獣さんね、これ料亭さんなのかな。はい、復興ボランティア足のマッサージということで、災害、復旧で疲れた足をマッサージいたします。9月27、28の両日、懐石亭角獣2階で足の無料マッサージと足のトラブル相談を開催いたします。施術の中山君代先生は、今回の被災地の南房総市から駆けつけてくれました。おー、すごいな。当初は足のトラブルに関するセミナーと、あ、前にちょっとこれ読んだことあるな、はい、個別に相談予定でしたが、みんなが大変な時に少しでも、疲労回復に役立ってもらえばということで、足の無料マッサージに変えました。復旧作業でストレスが溜まった足、普段から足のトラブル悩んでいる方、生涯自分の足で歩くテーマに開催しますということで、はい、詳しい情報は、こちらの板の投稿の方チェックよろしくお願いいたします。はい、トンガネ情報ね、いろいろいただいております。あとはちょっと板の方でね、見ていただけるとありがたいかなという、はい、そんなところでございますね。はい、川村真由美先生大人の教室ということでね、こちら今度29日の日曜日開催となっております。こちらのまだ若干、秋の方ございますので、よろしければ、足を運んでみてください。よろしくです。はい、トンガネ情報ありがとうございましたね。まあ、そんなわけで、まあ、いろいろとで、情報の方上がっております。本当にありがたい限りでございますが、じゃあ少しだけ、CM、 はい、これ、はい、さっき、シーサイドの沢田オーナーもね、入っていただいておりました。ありがとうございます。コメントまでいただきましてありがとうございます。やっぱりね、ちょっとこの間も少しお話しさせていただいた、聞かせていただいたんですけど、やっぱりね、こう僕らみたいな、ね、最近パッと出のやつがさ、最近こう夜生意気なことをバンバンこう喋ってて、ね、僕も話を聞くと、やっぱり野田あんまり知らねえのにね、関谷とかあんまり知らないのに、でっかなこと言ってるのもどうなのかなっていうぐらい、ちょっとこうね、いろいろこう考えさせられたなというところでございますが、まあね、ファンキートレーナーファンキートレーナーの、目線でね、少しずつこう話をさせていただくという、なんかそれをちゃんとこうね、なんていうの、 身のあるものじゃないけどにこうしてね、いただけるように、なんかこういろいろいい話を聞かせていただいたりするね、少しずつね、沢田さんシーサイドにこう行くたびにいろいろ話をこう聞かせていただけるので、本当にね、こう、まあ、本当になんていうのかな、こう州地域の、まあ、もちろん今の情報をこう伝えるのも僕が伝えてるのすごく大事なんですけど、やっぱりその伝えるときにこう過去というか今まであったことがどういう、なんていうのか、出来事とかいろいろなこうね、情勢とかがあって、まあ歴史だよ、があって、今のこう野田があるっていうことを、野田とか関宿のがあるっていうことを、やっぱりこう思う、なんていうのかな、こうないと、なんかやっぱ薄っぺらくなっちゃうかなというね、そんな感じで最近ちょっと思って、いろいろね、過去昔歴史のね、勉強などもちょっと、していかなきゃなというね、そんな感じでございます。で、そう、月一やっております、ナイトラウンジシーサイドさんと夜とも公開生放送ね、じわじわと来ております。もうすでに、先週木曜日放送分はね、再生回数500回突破してるんじゃないかなという、今朝、昨日でも490何回とか言ってたから、多分500回は、ね、突破してると思うんですけども、はい、そんな放送で、ね、少しずつ、マイナーチェンジ、ね、してやっていきます。で、次回、まあ、今回もちょっとテストで、ワプちゃんに出ていただいて、ゲストトークということでしていただいたんですけども、またちょっと次回もね、なんかこう野田の、で一生懸命やられている方をこうピックアップして、いろいろちょっとお話を聞こうかなということで、まあ、一応コーナータイトルは、もうズバリ野田プライドということでね、最近ちょっと僕の中で流行ってる言葉で野田プライドということでね、やっぱりこう野田っていうことをこう、なんていうのかな、
こう誇りに、ね、あの自分の街ですよっていうことをこう誇りにあの思える、ね、ような活動だったり行動だったりね、していきたいなというところで、うん、まあ、なんかそんなことでやっぱりこう、ね、一生懸命お仕事頑張ったりとかさ、趣味頑張ったりとか、こういうねボランティア活動頑張ったりとかしてる方々をどんどんこうピックアップして、野田プライドというね、コーナーで、紹介していきたいなというね、そんなところでございます。まあそのね流れで、いろんなね方募集しておりますので、よかったら、こちらの方、ぜひご連絡いただけるとありがたいです。一応ね何人かあのこっちはもうピックアップしてますので、またね、こちらの方からあのご連絡ね、させていただこうかなという、はい、そんなところを思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、まあ、本当にあのいい感じで、雰囲気はやっぱりね、なんていうのかな、こう放送するとこもちろんこうスタジオとかいいんですけど、なんかやっぱりシーサイドさんとかこうやっぱりこう飲食店というかさ、普段からこうそういうねお話ししたりするようなこう環境なので、なんとなく皆さんこうねプラッとこう喋れるようなねこう環境に、あるのかなというところありますので、あんまりねこう構えないでね、ぜひ応募していただいてね、自分のこう、まあ、僕とか、あと京子局員、あとスイアンかなつ先生で、あとワピちゃんも時間が合えば、来ていただいて、誰かしらお相手させていただいて、一人でこう喋るとか、僕とまあ一人ないときはしょうがないんですけど、まあ、基本ね3人ぐらいでこうベラベラこう喋ろうかなという、そんな感じのね、ことをやっていきたいなと思いますので、ぜひ、こちらの方ね、手を挙げていただけるとありがたいかなというね、はい、そんな感じです。でこれに、なんだ関連してというか、ちょっと関宿あと野田市、内でこのなんだナイトラウンジシーサイドさんでの夜とも、公開生放送の、フライヤーチラシなどもちょっと貼らせていただいたりとか、まあね、お店さんとかねこう積極的にちょっとこう 貼らせていただいて、いついつ公開生放送やってくるとかさ、まあ、バンキーとはやってこないと思うけど、チキチキの公開生放送やってくるとかよく分かんないけど、少しずつでもねこういろんなフェイスブックねされてない方々にもこう少しねこう浸透させていきたいなというね、そんな活動もちょっとしたいなというところでございますので、まあそれやるにはやっぱり中身をある程度ねこうがっつりやっておかないと仕方ない、しょうがないなというところもありますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また明日以降ねどんどん喋ってきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、というわけでね、はい、あとはこれ、はい、歌声喫茶でやります。ギルドハウス野田さんで歌声喫茶、来月からね10月2日10月16日11月6日11月20日と、これは第1第3水曜日の午後1時から、ね、なっております。参加費1000円ね、みんなでちょっとこう歌おうやというね、そんなイベント、まあ最初はね見に行く感じでもいいかなと思いますが、皆さんでこう歌えるような企画になってますんで、はい、よかったら参加してください。よろしくお願いいたします。はい、そして10月27日は野田さんフードフェスタ開催でございますね。まあ、チキチキ界隈の皆様もね出店される方も多数いらっしゃいますね。そしてまたねチキラーの皆さん、ぜひ、みんなにね会いに遊びにね、かなりの人数チキラーさん集まれると思いますので、本当に、ね、去年もそうだったんですけど、みんな意外と見渡せはチキラーだというね、そんな感じでありましたけども、また今年もやりますので、ぜひ遊びに来てください。今年はなんとかして会場からね生放送したいなという、なんかねWi-Fi が入らないですよ、あそこの地域、駐車場。ちょっと前に僕の持ってる Wi-Fi の端末を持って行ってやったんですけど、アンテナが立たない。本当にね、なんだよっていうぐらい、なんで駐車場周辺に行くとさ、本当立たないんだよ。その手前の、なんだ、スタミナ太郎さんとか、通り、あたりはねまだ立つんだけど、なんかあそこの駐車場界隈に行くと、なんか電波がね入れないんで、ただちょっと今年は秘策がありまして、
なんとか、まあ1時間2回ぐらいかな、まあ1時間だいたい1ギガぐらいでやれると思うので、まあね2回ぐらいちょっとやろうかなと思いますので、ぜひ、よかったら今年こそはね、完璧な生放送をしよう。ただね、いろんな人が来たりするとまたね、これよくわかんないんだけどさ、まあ頑張ってやってきます。よろしくです、お願いいたします。はい、リアルタイムコメントありがとう。はい、ナイトラウンジ主催の澤田さんありがとうございます。関宿情報ありがとうございます。高校生で、佐々木くん、あ、そうそう、レスリング、55キロ級日本チャンピオン。すごいね。中山さんはチアガール世界チャンピオン関宿生まれ。おー、ちょっと詳しく後でこれね、PR しましょうよね。はい、関宿さんち若いパンはすごいですというところでいただいておりますね。はい、本当にね、あのいろいろ、あ、ごめん名前忘れちゃったよ、なんだっけ、走り高跳びだっけ、何さんでしたっけ、戸部さんでしたっけ、で、もうね、かなりこうすごいね、本当に、野田界隈若いパワーどんどんね出ております。ファンキートラガーみたいなおっさんもね、なんとかこう頑張ってやっていかなきゃなという、はい、そんな感じでして思っておりますけどね。はい、若いやつらには負けられないぜという、そんな感じでチキチキ夜ともファンキートラガー頑張っていきます。皆さんぜひよろしく。今日局員サラさんへ、佐々木君おめでとうございます。中山さんもすごいこれから応援していますね。あ、なんかこうそういうね、こういう情報も紹介したいよね。野田市で頑張ってる 若者というかさ、あのヤングパワー、今言わねえか、ヤングパワー、レッツゴーヤングとかさ、昔はヤングオーとかね、そんなやったよね、銀座ナウとか、まあいいや、要はあんだけど、そうだよね、若いやつら、やつだったら若い連中っていうかさ、坂西さんちのね、後期もそうなんですけど、こうバンドで頑張ったりとか、本当にね、いろんな、方々こういらっしゃるので、なかなかね、僕だけの収集だと情報収集なかなかね難しいので、よかったらこんな感じで、あのどんどんね、あの上げて皆さんね、あの、まあ、普通にボーンってチキチキに投げてくれれば、あとは僕夜喋るなり、またこうね、こんな感じで今歌声、喫茶出してるんですけど、こんな感じでこうピックアップしてさ、ご紹介したりも、こうできるかなというね、そんな感じはありますので、まあよかったら、投げていただければなという、はい、そんな感じでございます。いや本当にいろいろね、ありますよ、なんだこう PR したいこととかさ、やっぱりこうさ、なんかほらチキチキで夜ともこう前もやってるんですけど、多分これはね、あの僕の中では結構単調でいいなと思ってるんですよ。まあね、なんだ、ニュースステーションさんとかさ、ニュースゼロさんとか、もう淡々と毎日同じ時間にニュースを読んで、まあ特集ものはあるので、まあ、そういう特集ものは僕の場合はちょっとなかなかねこの時間にはできないので、シーサイドさんから生放送やらせていただいたりとか、また他ね少し、生放送やったりとか、まあ、そういうあたりで、やったりとかね、まあいろいろ中身も皆さんとこうね、僕だけねやっぱ喋っててもしょうがないので、いろんなね方の声も聞きたいなというね、ところがだんだん多くなってきてるかなという感じはありますので、どうぞいろんな方こう参加していただいて、あの PR をするというね、まあね、言わずして黙々とねやるのも、なんかこう日本人らしいのかなというのはあるんですけど、まあ僕の中ではやっぱり、なんかこう見せつけるじゃないけど、やっぱりこういう情報発信 PR はすごく大事だなという、ね、そこからいろんな人に気がついてもらって、またそこからなんかこう広がるものがあるのかなというね、まあ、ね、現にチキチキはそうやってやってきたので、いろんな方にこう、ね、知ってもらって聞いて見て聞いていただいて集まっていただけるというね、今720700いくつ、今なんかそう増えたんだよね、またメンバー、ね、そうだよ、あ、700違うよ、754人だよ、もう、え、754で、東金が、241、え、700、
754+241、です。よあの野田と東金合わせて995名の方が、ね、登録していただいているというね、少しずつでございますけどもね、あのコミュニティ、形に、ね、なってきております。まあ連立政権みたいでちょっとどうかなという感じなんですがね、もう是が非でも1000人までは行きたいなという、ファンキー・トネガーのこのもがきもちょっと、ね、見ていただけるとありがたいなという感じなんですが、あと5人ね、あと5人で野田氏、チキチキとあと東金氏、みんなの情報局で、メンバーさん、合わせて1000人ね、連立で1000人に、なっていくかなという、そんなね、ところでございます。まあ、ね、やっぱりそういうね、コミュニティになってきてますので、まあ、少しでもね、こういういろんな方にこう発表したい情報なんかどんどんねアップしていただけると、まあ、少しずつだけどね、効果が出て、これがやっぱ1万人10万になってくると、どんどんね、もっと効果も上がってくると思うんですけど、まあそこまでねなかなか難しいので、まあね1000人でも、ね、効果が少しはあるかなという、まあ、効果というかね、まあ、アップしてるよっていうことを逆に言っていただいて、またそこからこうなんか次にこうつなげていくみたいなことをね、皆さんもやっていただけるとありがたいかなという、そんな感じのチキチキ、そしてみんなの情報局でなっておりますので、どうぞどうぞ、いろんなね、関わり方、持っていただけるとありがたいと思っております。はい、リアルタイムコメントありがとう。今日ご局員、若いパワーって計り知れもありますよね、こちらも元気もらえますよということでね、まあ俺らもまだね、アラフィフでございますのでね、まだまだこう頑張れる、伸びしろはあんまもうないけど、頑張る、なんていうのかな、まあわかんないけどね、頑張りの部分ではまだまだねいけるかなという、はい、そんな感じでもございます。はい、 あとねそう、ごめんね、今日チキチキの方の画像のスライドショーをね回すの忘れてたので、これ明日引き続き、これ回していきますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあまあね、今夜はまあこんな感じで、いいかなという、あはい、サーラさんありがとうございます。チクさんへ、送っていきますというありがとうございますね。いろいろ皆さんね、楽しい夜を過ごされているのかなという、そんな感じじゃないですか。まあちょっと今日僕もね、ちょっとまあ個人的にちょっと時間を損させていただいて、またとこリフレッシュしてね、戻ってきて、まあやる予定なかったんですけど、やっぱりチキラーの皆さんがね一番かなというところで、まあそんなにさ、何百人ってこう期待されてないと思うんですけど、でもねやっぱり、こうやって集まってね、こんなに集まっていただける部分あるのでね、少しでもやっぱり時間があればこう喋っていこうかなという、ね、これがまあ、チキチキの、まあ、情報発信だぞという、そんなね、ところで思っておりますので、どうか一つ、引き続きチェックの方よろしくお願いいたします。はい、じゃああとは情報はまた明日以降で、で明日なんですが、ちょっと明日もしかしたらね、日中からの流れで夜ちょっと遅くなっちゃうかもしれないんですけど、まあ頑張ります。また夕方以降ご連絡させていただきますので、ぜひね起きていらっしゃる方は夜友の方をチェックしてみてください。あとはいいかな、あそうだ、あと11月のこれまだどうなの、告知していいのかな、11月の24日の日曜日はイオンの和店で野田のうまいもん祭り、こちら予定となっておりますのでね、また追って詳しい情報をね、アップしていきますので、よろしくお願いします。その前に10月27日日曜日は、野田さんフードフェスタね、こちらの方もございます。食のイベントもね秋でございますのでね、順番に、やっていきたいなというね、一応じゃない、野田さんフードフェスタ先ほど見ましたけど公開生放送やります、今年はやるよね、ナース葵ちゃんとかもね、当日おりますので、あとまた教育局員とかね、楽しい仲間で、スイアンとかもいらっしゃいますので、みんなでなんかこうやっていこうかなという、ね、ところ、そして、野田さんフードフェスタの後は、イオンの和店うまいもん祭り11月24日の日曜日予定となっております。こちらは、まあ一応アイドルさんのライブと、あとまた、ね、1時間ぐらいの、なんだ、
夜とも、スペシャル、公開生放送ね、こちらの方もやっていこうかなというねところです。どうぞ皆さん、なかなかまだファンキー利根川で、京極君他スーヤンで皆さんこう集まりますので、会ったことない方よかったらぜひ会場に遊びに来てね、一度、ご挨拶、し合えると、嬉しいかなというね、ところを思っておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、そんなわけで、柿沼さんありがとうございます。ごめん今日ね休みの予定だったんですけど、2時間以上早く戻ってく予定になっちゃったので、帰ってきて10時ぐらいだったので迷ったんですけども、今日は喋りましたね。はい、すいませんね本当に皆さんね、ファンキー利根川の揺さぶりで、翻弄されてる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあまあちょっと多めに見ていただけるとありがたいなとね、そんな感じでございます。まあいろいろちょっとね、お話もたくさんあります。最近ほんといろいろお問い合わせね、近隣からとかもいろいろお問い合わせいただいたりとかしてる、チキチキでございますのでね、まあ少しずつこういろんなね、近隣とかにも、地域の方とかにもねこう認知されつつありますので、まあ引き続きこう皆さんのね情報が命でございますので、どうぞどうぞ野田の情報をねバンバン書き込んでいただいて、少しでもいろんなね地域の方で野田認識していただけるように、頑張ってねみんなでやっていければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、突発で、お届けしました本当はやらないはずだった放送、やっちゃったよファンキー利根川ね、そんな感じでありがとうございました。1時間にわたりましてぐだぐだと喋らせていただきました。本当にありがとうございます。感謝しております。というわけで今夜の夜ともいかがでございましたでしょうか。本当にごめん突発放送でございました。いやー役に立つ放送だな。まあファンキー利根川相変わらずね、頑張って休みの日も喋、ってるで、なかなか頑張るじゃないか、そんなことを思っていただいた方はこちらの、ごめんなさい、生放送終了後、ご自身のタイムラインにこちらの動画のシェアをよろしくお願いいたします。シェアしていただきますとチキチキメンバーチキラさん以外の Facebook お友達フレンドの方にもこちらの動画見やすくなります。見やすくなりますと拡散力非常に増してまいりますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。本当に皆さんの、ね、シェアのおかげで結果出ておりますね。100、6、7、80ぐらいの、ね、再生回数ねぐんと上がりまして、最近200以上ね、ほぼ200回オーバーね、行くときは250ね、24時間でね、再生回数、届くようになっております。これ本当に皆さんの、ね、シェアのおかげだと思いますね。まだまだね、シェアされてない方いらっしゃったら、これ良かったなと思っていただいた時でだけで結構です。今日あんまり良くねえなとか内容ちょっと良くねえなと思った時はしないで結構ですね。いいこと言ってるなとかいい情報たくさんあったな、そんなこと思っていただく方は、ご自身のタイムラインにねシェアしていただきますといろんな方見ていただけますのでね、ぜひぜひこちら、ご協力よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局局長&喋る管理人ファンキー利根川でございました。それでは本日本当にありがとうございました。最後の曲はまあ今日はこれでいこうかなと、これでいこう。はい、ね、逆さいこんにゃく店、逆さいこうきくん頑張っております。アリーフィギュア、ぜひ皆さん応援してください。本日最後ネオンでお開きです。どうもありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。
識溺れてく。何にもできない、何にも続かない、何にもなれない、落ちこぼれ。いつか言われたひどい言葉打ち明け、煙に誘われ二人歩いてく。何にもできない、何にも続かない、何にもなれない、落ちこぼれ。力が弱くて